サンフラワー、サンフラワーにサンフラワーには、日本高速フェリーが運行したフェリー。後に、太陽フェリー、関西汽船でも運行された。サンフラワーシリーズの2番線として、川崎重工業神戸工場で建造され、1972年5月28日に、名古屋高知鹿児島航路に就航した。浸水時の船名はサンライズだったが、 先に就航した一番線のサンフラワーが人気だったため、サンフラワー2に変更された。発電機容量が増加したため一番線サンフラワーと比べ若干太い煙突が採用された。日本高速フェリーの親会社であるテルクニ海運の倒産により運航体制が縮小され、1976年10月にサンフラワーに続いて本線も形成された。 1976年11月にサンフラワーと共に太陽フェリーに売却され、1977年3月に大阪神田航路に就航した。1979年6月来島ドックで改装工事を実施、線尾料源のランプが撤去され、屋外プールの屋根取り付けと温水プールか展望レストランシアターの増設などが行われた。サンフラワーと共に 関西汽船のフェリー西木丸、フェリー小金丸と10日交換された後、1984年11月に、クルシマドックに売却された。関西汽船がチャーターバックして、1984年12月から、阪神別府航路に就航した。1997年12月、サンフラワーアイボリの就航により引退した。当初はサンフラワーが先に引退する予定であったが、 台風の影響による欠航で配線が変更となり、元船が先に引退した。引退後は海外焙煎され、フィリピンで就航した。国立環境研究所が実施した東アジア海域海洋環境モニタリングプロジェクトにより、海水を汲み上げ、サンプリングを行うモニタリングシステムが元船に搭載され、1994年から引退まで観測が行われていた。 本線の引退後は相堀が使用され、調査は2005年まで継続された。ありがとうございます。